今夜のミュージックステーション、ゲスト V6 の皆さんです。いい声、ありがとうございます。しびれるわ。さあ、そして M ステカメラにまずは岡田さんに来ていただきました。今夜のテーマがですね、はい、今だから話せること、お何かございますでしょうか。僕ですか。はい、そうですね、僕のこと多分みんなさん岡田だと思ってると思うんですけど、僕岡田じゃないですよ、実は。僕岡田じゃないです。10年前ぐらいに入れ替わったんですよ、岡田と。まあそれ言うなよ、お前。誰が入って。今誰？今、田中っす。すいません、坂本さんに変わります。ミュージックステーションさんに出させていただいて、いつもあのお土産でティッシュをいただくんですね。そのおかげで、デビューしてから大体20年ぐらい、ティッシュを買うことはありませんでした。ありがとうございました。今だから話せること、実はあの子供の時に小3かな、1日に2回漏らしたことあります。やっちゃった、2回目はやっちゃったって言いました。こんな感じでよろしいでしょうか。最高です。長野さん、お願いします。今だから話せること、毎年あのテレ朝の前でこうかき氷のイベントやってたと思うんですけど、僕全部来てます。こっそり来て、誰か一緒に来て3、4種類食べて帰ってます。はい、また次会ったら必ず来ます。森田さん、おい。今だから話せることを言います。お味噌汁が苦手。三宅さん、今だから言えること、昔ですね、M ステのリハーサル中にタオルで、こうタオルをこう、なんていうんですかね、投げて帰ってくるのをこう流行ってて遊んでたんですね。それをやってたら、その前の席に座ったタモリさんの頭にピシッって、おおとかってなって、あ、すいません、すいません、ごめんなさい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 って言って、そういった出来事がありました。後ろ、本当にヒットしちゃって、本当にその説はすいませんでした。はい、というわけで、この後、すぐです。見てください。